我々の身の回りにある家電、携帯やスマートフォンといった電子機器というのは年々高機能化、多機能化しています。で、自動車を見ると最近ではクルーズコントロールや自動ブレーキといった我々の快適な運転あるいは事故回避をサポートするようなそんな機能を持った車まで出てきています。近い将来完全に自動運転するような車もきっと出てくると思います。で、今紹介したような製品というのはマイコンやセンサーといった数多くの半導体デバイスが使われています。もう少し言うとその製品を作るための工作機械あるいは製造装置といったものにも半導体が使われています。まあ、日本に限らず世界の産業っていうのは半導体の性能が上がることで製造装置工作機械っていうのが性能が上がってさらに高性能な製品ができるといった形でどんどん発展してきました。今や世の中半導体なしでは世の中回らないぐらいいろんなところで半導体使われていると思います。なので社会を支えているのは半導体だと言っても過言ではないと思います。で、未来の産業あるいは社会っていうのを支えるためにはもっともっと半導体の性能を向上させる必要があるっていうのが分かるかと思います。で、今現在世の中で使われている半導体っていうのはシリコンが多く使われているんですけれども、これまではその素子のサイズをどん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 小さくすることで性能を上げることができました。しかしそれがだんだん難しくなってきて最近ではこれまでと構造を変えたりあるいはシリコンよりも特性の優れた材料を使って置き換えて性能を上げようっていう研究が進んでいます。で、最近はそういった技術が使われたデバイスが少しずつ世の中で使われ始めています。で、私もインジウムアンチモンというシリコンよりも特性の優れた化合物半導体というものを使って早くて消費電力が小さな高性能なトランジスタを作ろうという研究をしています。で、このインジウムアンチモンというのはこれまで磁気センサーだとか赤外線センサーなんかに使われるような材料なんですけども、高価で脆いっていう欠点があってトランジスタには使われてきませんでした。そこで安くて丈夫なシリコン基板の上にインジウムアンチモンの薄膜を作ってこれをトランジスタにしようっていう研究をしています。で、今我々半導体の研究者は未来の社会で使われるようなデバイスの研究をしています。